こんにちは。今日は地元ゆかりの、清瀬城に来ました。こんな格好ですいません。自転車で、来ました。そんな遠くないんですけどもね、行ってきました。今日のお話は史跡を巡ろうです。こうして子供たちと今日来てるんですけども、一緒にいろんな史跡を巡ったりとか、します。でそれはどうしてかというと、やはりその歴史に触れるということもそうです。で、まあ、例えば清洲城、これはまあ現代の建物なんですけども、清洲城の跡は近くにあって、その歴史を検証しようということで建ったお城なんですけども、当時の人々のその気持ちだとか、思いとか、そういったものに触れることが、史跡に触れることの良さだと思います。いろんな歴史に触れて、その歴史を学ぶこともそうですけど、その歴史の当時いた人たちの気持ちを、心を学ぶというのは、とても大切なことだと思います。それじゃあまた帰ります。